皆さんこんばんは。三が日どのようにお過ごしでしたか？今日でいよいよ、今日でいよいよじゃないじゃないですか。3日4日5日連休なんだ、1月だから。ダメね。ところでですね、いよいよです。スペイン版ウォーターゲート事件がありました。これもなんだか2019年の1月ってもう大きい事件が軒並みで全部このベーベーウェア銀行に関連してるみたいなんですけれども、昨日の動画でお話ししたベーベーウェア銀行、スペイン第二の大きな銀行なんですけれども、 BBVA 銀行ですね。バンコでビルバオ、ビスカヤ、アルヘンタリアっていう銀行なんですけれども、これ大変なね事件が起きちゃったんです。っていうのは、このベーベーウェア銀行の一番偉い人ですね、頭取ですね、この方が13年間にわたってスパイを雇って、政界、財界、それからスペイン王家にも、内部事情を探させて、内部事情を、調査させて、しかもその、膨大な資料を隠し持ってたっていう、こういう事件が起きたんです。ただのですね、一回の銀行ですよ、どんなに大きくても。その銀行が13年間にわたって誰を使ったかっていうと、警察署長です。すごいでしょう。日本の警察署長はパチンコに天下りしますけれども、スパイはやったことがないんじゃないんですか。ああ、なんか小さい。パチンコ屋。天下り。ですね、スペインのその警察署長っていうのは、この方は引退されて、それで、その前から、もう今引退されてるんですけど、あ、もう捕まっちゃいました。この事件で。すごい経歴の、警察署長さんなんですね。この方、スペインって北部のバスク地方のものすごいテロ活動があったんですよね。そのテロリストを専門にしていた、警察署長なんですよ。それからもう、ありとあらゆるその、カタルニャ地方でも、やっぱりテロ活動とかがあったので、そのテロ専門で、もうすっごい国家の重要なそういういろいろな事件とか、スパイとかを専門にしてた署長さんだから、もうすっごいなんか配下に CIA みたいな、あんな感じのがあるのかな。で、それで、なんとですね、1万5000件の盗聴を仕掛けて、4000人以上の政界、財界、それから王家の、あと、IMF の高官も出てきました。この人たちの、お話を全部こう、盗聴して、それから個人情報を全部調べて、で、このベーベーウェア銀行の頭取に渡してたんですね。そういう事件です。ねえ、日本でそういう銀行が警察とグルになって、例えば日本にそういうスペインみたいなものすごい秘密警察みたいなのがあったとして、その情報を全部掴んで政治家となんか取引したりとか、世界人と同行したりとか、王家に揺さぶりをかけたりとか、そういうことって日本で起こり得るでしょうかね。日本ってやられるばっかりで自分がなんかやるってことないですよね。それとも私の、単純な、思い過ごしかしら。で、これですね、ものすごいんです。でね、ここでね、ひらめいちゃったんですけど、今日ね、また、昨日の続きで。結局、ベーベーウェア銀行っていうのは、ものすごい権力の頂点に行っちゃったんですね、ある時期から。2004年から13年間、だから、ついこの間までです。で、今、このベーベーウェア銀行のその頭取り、取り調べの最中です。警察署長は捕まっちゃって監獄に入れられちゃいました。でもこの人は、まだ、12月の終わりぐらいになんか呼ばれて、弁護士に、付き添われて、なんか会見やってましたね。忙しかったのでよく聞いてないんですけれども、大体ね、かいつまむとこんなところです。このね、この4000人の中に本当に重要人物が出てきて、これね、報道したら大変なことになるかもしれません。だって、二人の前首相が絡んでて、なんと、今のここフェリーペじゃなくて、そのお父さんですね。ホアンカルロスっていう前の国王が、この
盗聴されてて、スパイされてたんですけれども、もともとはこのベベオベアのこの盗聴とかスパイ活動に協力してたっていうか、援助してたっていうか、賛同してたっていうか、そういうね、話もあるんです。だからもうね、大けぐるみでしょ？で、これね、この国宝陛下ってね、私結構好きな国王陛下なんですけれども、ものすごく悪い国王陛下なの。あらゆるスキャンダルスに出てくるんですよ、この人。この方。ね。で、どういうのに出てきたかっていうとね、つい最近では、このお世話係をしてた方が退職されて、で、そのね、もうね、長い間黙っていたけれども、ってまた暴露本みたいなんですけれども、スペインでね、戒厳令が敷かれたことがあるんですね。で、この国王は、フランコっていう独裁者に、国王にしてもらった、まあ、ここから民主主義が始まって、この国王は、なんていうか、独裁政権にならないように、民主主義を守った国王として、すごく尊敬されてるっていうか、まあ、いろいろ、女の人があちこちにいたりとか、いろんなことあったんですけれども、もうそういうことは多めに見て、民主主義を守ってきた、国王なんだなって、敬愛されてたんですけども、実はなんとね、軍部による、なんていうか、戒厳令の指揮を取ったっていうか、騙されちゃったっていうか、口車に乗っちゃったっていうか、焚きつけちゃったっていうか、どうもそういうことがあったらしいって、ついこの間ね、そういう話があったんで、そしたらもう全然違ってきますよね、評価が。そういうね、お話があったんですね。で、これまたね、さっき言って掘り下げますけれども、この国王は本当にいろんなことをやってる国王で、そうなってくるとね、もういろいろ難点はあるけれども我慢しましょうっていうのが崩れてきちゃうんですね。で、この間もスペイン人のお友達と話してたんですけど、これね、もう全然違ってきちゃうっていうの。もう、このスペインの短い、デモクラシーの歴史がゴロッと変わっちゃう。これはなんか反逆の国王だっていうことになっちゃうから大変だって言うんですね。それで、この国王陛下は、パナマ文書が出た時も、やっぱり出てくるんですよ。なんか、スペイン王家全員出てきちゃいました。だから、かろうじて国王は逃れたのかなっていうか、そこに踏み込まなかったんですけども、王女とかね、その王女の旦那さんとかみんな大変なことになっちゃって。で、まあ、王室の権威が地に落ちちゃったっていうか、で、まあ、新しい国王に変わったんですけれども、また、この間の、脱税の、ね、スペインでの大脱税事件があって、その時に、今の国王の親友なんかが出てきちゃったりして、結構ね、ガタガタしてます。で、このスペイン版ウォーターゲート事件っていうのはもう大変な事件に、としてもう暴かれて大変なことになると思います。で、そこでね、この、なぜ一銀行の頭取がこんなものすごい情報を得なくちゃいけなかったかっていうと、やっぱりあれにつながるんでしょうか。ほら、2016年に EU が500円札を廃止したんですよ。お札の発行。で、やめになってなくて、まだ流通してるんですけれども、500ユーロ札って大体日本円で6万円ぐらいかな。61が6260、7万円ぐらいか。の、お札なんですけど、6万円、約6万円、500円、500ユーロ札の発行を廃止して、なぜ廃止したか。っていうとね、結局、高額紙幣を廃止して、強制的に銀行に預金させ、集中管理するっていう。だからやっぱりほら、カードが必要になって、デジタル通貨システムになって、そして銀行を通して個人情報を全部、だって何もかも全部、カードで銀行を通して払わなくちゃいけなくなると、こっそり誰かのために払ってたお金とか、そういうことも全部わかっちゃうじゃないですか。あと、それから病院の何のお薬を買ってるかっていうこともわかって、そしたら、本当はこう言ってたけれども、こういうものすごい病気に本当は侵されてるんだって、政治家なんかもみんなわかっちゃうじゃないですか。ね。で、そういう情報が、そのカードから、銀行の預金から、
知られちゃうわけだから、銀行のその個人情報の収集っていうのはものすごい力を得ちゃうわけですよ。でそのバックに政府がいるから、このウォーターゲート事件スペイン版では米米オベアの頭取がものすごい情報収集をしてて、でかつ政治家とか財界の人とかね、全部とつながってて、それは誰かの指示とか誰かの協力でやってるわけでしょ。バックにどんな大物がついてたのか。だって単独でやって何かの得になるわけじゃないから、これはすごい名前が出てくるんじゃないかって言ってるんですよ。でも本当ね、スペインね、これ大変なことになるって言って、それから国王が本当はなんでしたっけ、ミリタールってなんて言うんだっけ、軍部の助言して、軍部に助言して協力して、デモクラシーをひっくり返してまたね独裁にしようとしてたんじゃないのかなっていう疑いが持たれちゃって、今ねスペインね本当に大変なんです。でこういう事件がありました。だからやっぱりそのデジタル通貨システムとか、それから現金をなくすとかっていうのは、皆さんね、ちょっと YouTube 見てみると、もうキャッシュレスでもうこれがトレンドみたいな感じで、皆さんすごく明るくね扱ってらっしゃるんだけど、これね違うと思いますよ。少なくともスペインでは、でスペインではっていうことは結局ユーロ全体だから、ユーロってすごい力ですから、 IMF もいるし、皆さんご存知の、でやっぱり日本ってやっぱりアメリカとかヨーロッパからこうやってね圧力かけられて、でも日本自体がもう IMF に大勢の職員を抱えてるわけですから、だからそのデジタル通貨システム、現金をなくすっていう方向はもう世界的にな方向で、世界的っていうことはやっぱり IMF だし ECB だし EU 委員会だしね。だからそんなのんきな、これからずっとなんかトレンドで楽になっていいシステムだと思うよなんていう、そういうのじゃない気がするんですね。間違ってたら嬉しいですけれども、日本だけ違ったらやっぱり島国だから独自のなんとかを開発して、このスペインや各ヨーロッパのいろいろなそういうシステムと似たように見せかけて実は独自の道を行くとかね、そういうのだったらどんなに嬉しいか知れないんですけれども、なんだかね嫌な予感がします。それでですね、昨日ねちょっとしか言えなかったんですけど、ねイタリアね、経済危機さらに悪化してるんです。2008年のリーマンショックの時よりももっと悪くなってるんです。だから1% の成長しかないのに 2.4% の債務があるんですね。これがもうずっと累積してっちゃって、今もうとても大変なことになってるんですよ。でまあイタリアはねこれだけでも一つのニュースになっちゃうので、今日は深く掘り下げることができないんですけれども、ここも前の首相がなんかマフィアと関係しててどうのこうのっていうすごいニュースが出てきちゃったりとかして大変なんです。それであと私毎回マイナンバーで、もう背番号つけられちゃったからこれでって言うんですけど、私なんか今更感があるんですね。っていうのはスペインなんかでもドキュメントナショナルでイデンティダーって言って DNI って短縮して呼ばれてるその背番号、マイカードじゃなくて何でしたっけマイナンバーマイナンバー、あれはねスペインでは1944年からずっとあるんですよ。その1944年3月2日に教会のね檀家帳というかね誕生のカトリックですからみんな洗礼するでしょ、の洗礼の時のノートから抜き出したのがスペインのマイナンバーの歴史の始まりなんです。ですから、もうこれはね、もう本当に、世界大戦のね、終わるか終わらないかぐらいの頃から、あるので、ものすごく歴史古いんですよ。もうそこからずーっと背番号つけられてて、もう一つポチって押したらもう全部出てきちゃうという、そういうね、もう背番号つけられてて、他にね、フランスはね、1940年ですって、16歳以上。やっぱりね、同じような1940年、44年、その辺にヨーロッパはやっぱりみんなね、マイナンバーも持たされてて、それはね、
なんでヨーロッパでこれを持たされてたかっていうと、やっぱり戦争です。うん、ユダヤ人はね、ユダヤ人ってこうやってブンと押されて、マイナンバーに。大変だった頃。やっぱりこう国境がこう、ね、越えていくのに、そのカードがちゃんとないとダメだったので、それで持たされてた、それが始まりだったみたいなんですね。で、日本はそれに比べて2016年でしょう、やっと。だからもう、本当に、ごくごく最近で、ああ、紐付けされてこれてても、他の国なんかもとっくにね、もうね、ポチみたいにつけられてるんですよ、ずっと。マイナンバー。ね。ですから、日本だけがっていう、そういうのじゃなくて、なんか私はね、日本ってこういうのやらなくていいのかなって思ってたぐらいなんですね。ですから、だから安心っていうわけじゃないんですけれども、こうやってもう、やっぱり、圧力かけられたんでしょうね。ヨーロッパはみんな持ってるし、アメリカやなんかからも、こういうのを、やんないとダメじゃないって。紐付けて、でも、いろいろ税金とかなんとかしようよって言われてたんじゃないのかなと思います。で今日はね、マイナンバーは、もう、日本だけじゃなくて、もう、もっともっとすごく歴史が古くて、もう70年も、80年も、他の国は、まあ、特にヨーロッパは、持たされてたんだと。それから、イタリア発で、スペインも危ないけれども、イタリア発で、金融危機が起こるかもしれない。それと、あと、読者さんから、読者さんだって、ごめんなさい。視聴者様から、質問があったんですね。っていうか、こう、疑問を投げかけられたんです。キプロスのお話は興味深かったけれども、日本と関係ないから、もっと日本に関係したこと言ってくださいって、第二次世界大戦がどこで起こったかとか、ね。第一次世界大戦がどこで起こったかとか、リーマンショックがどこで起こったかって考えたら、日本と関係ないからって言えないでしょ？全部巻き込まれるでしょ？なんか全然聞いたこともないようなサラエボだとか、ね。そんなところで、遠いところで起きて、リーマンショックはまあ近いけど、それだってウォール街だし、あとドイツ銀行関係ないけれども日本と。でもやっぱりどこかでバンってなるとみんなドミノ式で倒れちゃうわけですよ。だからキプロスのことも実は小さな島国だけれども後ろにこんなに強大なね、国がついてて、いろんな国の思惑があそこに結集してて、ああいうことが起きたんですよっていうことは、だから、あれが基準になってしまったからもう没収の、絶対にヨーロッパではあれ第一の例としてもう乗っちゃってるんだから次はどこって感じですよ。本当にだってスペインの財務省なんかあこれでよかったマルコス様だって言ったぐらいなんですもん。で新聞にはもうこの身の毛もよだすような財務省の発言って出てたから。あ、怖いな、明日は我が身って、もう頃から、2013年の頃から言われてるんです。で、だから、対岸の火事じゃないと。で、日本でも起こるから気をつけなさいっていうわけじゃないですよ。でも、ヨーロッパで一つ起きたらもうドミノ式になるから、だって EU だから。もう一番逃れられないのは私ですよ。だから私こそね、どっかに移住したいと思ってます。本当に。だから、移住先の国っていうのを、一生懸命調べちゃったじゃないですか。で、イタリアが一番良さそうですなんて言ったでしょ？だって、ほら、外にあるお金とか財産には何もかからないって言ったけど、コロッと変わっちゃいましたよ。なんか、外に持ってるものに対しても 1.5% かけるとかって、この間出てたので、ほらね、だから、ギリシャの人も、ギリシャショックになる前に、キプロスに、資産防衛のために移したわけでしょ？今盛んに資産防衛って皆さんおっしゃるけど、私ね、私も一応台には入れますけれども、資産防衛なんて、そんな吹けば飛ぶような資産なんか飛んじゃいますよ。だって、法律変えちゃったらもう一貫の終わりなんですもん。だから、あの時だって、キプロスは素晴らしいと思ったから、みんなバカじゃないんだから、ちゃんとしたそれなりの財を、築いた人だから、いろいろ悪知恵もいろいろあったでしょうよ。助言も。で、みんなキプロスに逃がして、わって取られちゃったじゃないですか。だから、今、日本はマレーシアがブームになってて、MM2H とかっていうビザが、取らないと、銀行口座を持てない。ね。銀行口座を持つために、
いろんな書類が必要なんですよ。ただ行っただけじゃ全然取れなくて。で、その素晴らしいマレーシアもすごいんですね、基準が。なんか1000万近い貯金をして、かつそのビザが取れたら、定期預金を800万とかもすごいお金しなくちゃいけなくて、それよりも何よりも、それはもうどこからか借りてきて、3.何%の利子がつくので、よかったとしてもですよ、毎月確かね、27万円以上の、収入がないといけないんです。ね、それが外国から入ってくるっていう証明をしなくちゃいけなくて、財産証明。そんなに大変な思いして、例えば業者にお願いしても18万円とかかかるんですよ。で、その業者もね、騙されないようにちゃんとマレーシアから認可が降りている業者を雇わなくちゃいけなくて、もうそうやって細心の注意でもって自分の資産を防衛しようと思って行って、なんかガンってやられたらキプロスみたいに。一巻の終わりですよ。だから、ね、逃げようがないのよ、もう本当に。それで金も、ね、金ですけれどもね。私がほら金なんか買ったって無駄だっていつも言ってるでしょ。でもね、無駄じゃないかもしれませんよ。でも私はね、なんとなくそう思うの。ね、1933年に世界恐慌があった後に、アメリカでは個人の保有、金保有が禁止されて、銀行の貸金庫は本人の立ち会いのもとで検査されて全部没収。没収されたんです。で、ほら、日本とアメリカ大好きでしょ？アメリカのマネコ。だから、貸金庫開けられて、持ってかれるかもしれませんよ。だから、金だ、銀だって今走っても、どんなことになるかわからないから、これはね、もう YouTube なんか見て勉強するのはやめた方がいいです。みんな金だ、銀だって言ってるけれども、私なんか笑っちゃう。だってそんなもの、ねえ、こんなね、財務省だのなんだのね、悪知恵が働く人ばっかりで、私たちが今頃になって考えるようなこと、多分もう10年前に考えてるでしょ？いい政治は全然やらないんだけど、こういう悪いことにはね、もう、すぐにね、悪知恵が働いて、ちゃんと先手先手と打っていくんですよ。だから銀行が危ないって言われて、銀行が潰れたら、私たちの貯金でこれをなんとか盛り立てようとしてるの、もう見え見えじゃないですか。現にやってるし。で、でもね、ここで私がまた精神論になっちゃうんですけれども、世界中の国がどんなにひどいことをやっても、日本は多分一番最後だと思うんです。だからそれはいろんなクズ政治やってますけれども、日本人の倫理観として、やりにくいのよ、こういうことは。だからよその国であっても日本は一番最後なんじゃないのかなっていうふうに思います。何の根拠もありませんよ。でもほら2600年続いてきた日本人のその DNA、その遺伝子。やっぱりね、脈々と流れてるので、ああ、面白くなかったですか？これ言うとやっぱり叩かれちゃうんだな。でもほら、金取られちゃうし、貸金庫に出てたってダメよ。だから資産防衛って言うと、YouTube 稼げるのかもしれないけれども、主張。でも、言うこと聞かない方がいいと思いますね。あなたの素晴らしいインテリジェンスで考えたことが一番ですって。そしたらほら、万が一間違えても、諦めがつくじゃないですか。自分が考えたことだから、あるいは自分がここで感じたことだからって。でも私本当に経済学者とか経済評論家にドイツ銀行に全部貯金しろって言われたんですからね。言うこと聞かなかったから無事でいられたけれどもね、そういうことです。では1月3日のお話はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また明日、ごきげんよう。